もかけたらまとまるかなと思ってたんですけど、結局あんまりまとまった、あんまり印象がなく、あれすごいですね。ほら。綺麗になった。はい、こんにちは、イメチェンチャンネルの内田です。今回ですね、お客様イメチェン企画なんですけども、ご応募いただいた方で、パンプ失敗されてるのかな、広がっちゃいますみたいなところの文章は見させていただいたんですけど、これちょっとね、イメチェンもしたいし、広がりも抑えたいしみたいな、どうしていいかわからないっていう方らしいので、これからちょっとね、カウンセリングをして、どんな風になってるのかっていうのをね、ちょっとお伺いしてやっていきたいと思います。ではカウンセリングシーンへ、どう。よろしくお願いします。内田と申します。ライン を見させていただいたんですけど、はい、お悩み的なところはまだちょっと聞き切れてなかったので、どんな感じの今お悩みでどうしたいかみたいなのっていうのをお伺いさせていただきたいなと。はい、もともとちょっと乾燥をすごいしていて、はい、広がりやすかったので、まあ、傷んでるのもあるんですけど、あ、乾燥しやすくて広がっちゃうよと。で、まあ、ずっと長い状態、髪長いので余計広がってみてて、なんかパームかけたらまとまるかなと思ってたんですけど、あ、なるほど。痛みが加わって結局あんまりまとまった、あんまり印象がなく、はい、かつなんかケア楽になるっていうので聞いたので、そのイメージでしたよね、きっとね。そうですよね。見てみたんですけど、みたいな。結局まあウェーブ出すのに多少あれこれしなきゃいけないので、でも楽にしたくてつけたんだけど、楽にはなんなかったよってことですよね。楽にもなってないし、あんまりいいですね。目指してたのはゆるふわじゃないけど、ワンカールでまとめるっていうよりかはちょっとウェーブが欲しかったみたいな感じ。そうです、ね。ああ、なるほど。長さんはその時じゃ切ったんですか。切ってなーいですね。最近もちょっと伸ばしっぱなしで、はいはい、パーマにしたことで切り方もどうしようっていうのが、余計切るタイミングもちょっと伸ばしてしまった感じになって、どうしていきたいかちょっと聞きたいなと思って、なんか僕らとしてはパーマを落とすこともできれば、切っていくこともできるし、前の話カラーもできるし、何でもできちゃうんですよ。なんか目的として何をまずゴールとしたいか、ちょっとズボラなので、ケアが楽なのがいいと思っていて、いや全然いいと思いますよ。もともとの地毛がちょっと癖毛がありましてですね、普通にしてちょっと巻けば、ある程度ちょっとだけしてなんかくるくるってなるような感じだったので、はい、しかもちょっと戻したいかなみたいな、サラサラの状態にしたいって感じですね。落とした後長さはどうしたいなって思います。基本髪は伸ばしたいと思って、はいはい、今だいぶ長いんで、ちょっとボリュームは減らしたいんですけど、あ、ここめっちゃいいですね、この丸みとか。あ、逆になんか多分ボリューム出にくいんだろうな、上はと思って、こっちの方が今なんかすごいこうパーマで広がっちゃってるから、ラインとしてはこういうAラインというかになってて、下のまあパーマですけどね、ちょっと広がっちゃってるのもあるので、これでパーマで例えば落としてあげて、すごい自然にサラッとなるんですよ。でなった時に、まあ、これちょっとイメージしづらいとは思うんですけど、まっすぐこうなる、そうなると結構肌も白いから、ラインがすごいこう縦長になっちゃう。落とした方がむしろいいかなとは思うんですけど、前髪作った方がいいかなって今ちょっと思って、前髪かも随分作ったんで、あ、本当ですか。ずっとこの万年じゃないですけど分けてて、例えばこうしてあげるだけでほら輪郭がちっちゃくなるし、頬骨の延長にこういう風にカールを入れてあげるような長めの前髪でもやってあげると、ここがひし形になるんですよ。で今パーマ残ってるからちょっとイメージしづらいと思うんですけど、これがこう降りてきた時にここにふんわり感があった方が絶対バランスが良くなりやすいんですね。それなんか落とした後見てもらって決めてもいいと思うんですけど、状態的にはやっぱりひし形にしないと、そのまっすぐでひし形はしないけど、まあ、まあ降りてきちゃう感じになっちゃうんですよ。なんかちょっとクールすぎるんじゃないかなって印象的に、そうなっちゃいやすいし、なんかお洋服の感じとか見てても、ね、すごいクールにしたいわけじゃないと思うんですよ。そうですね。例えばですけどね、落とした状態見てもらって撮ってもいいかなって気がします。で一回ちょっとまずでもパンも落としましょうね。はい、めちゃめちゃサラサラになるんで楽しみ、はい、楽しみにしててください。カウンセリングが終わりましたが、はい、メニューは決まりましたか。まあ、としてカットは多分そんなになんか切りたい感じではなかったんで、切らないかもしれないですね。でもなんか個人的には前髪切った方がいいんじゃないかなっていう気はしてます。なるほど、はい、やっぱ広がるのはパーマが原因だったんですか。もうあれはパーマが原因ですね。結構でも確かにグラスと出ますね。あ、そうですね、うん、ちょっとじゃあお薬を持っていって、はい、あの落としますね。お願いします。でチームのメンバーなんで、お願いします。先生と夏木先生です。お願いします。すぐ先生に。これでちょっと
ステッカーを置いていきます。はい。ちょっとチェックしますよ。はい。お、これで一件流しましょう。あ、はい。はい。回しますよ。めっちゃいい天気ですね。本当ですね。もう結構違いますよ。そうなんです。結構だからパーマ通したので、そうですね、長さが変わってます。で自然じゃないですか。そんなにこうシャキンともしてないし、触ってみてください。柔らかいんで。でこうなると前髪なんですよ。落ちてるとちょっとイメージ湧きました。ここまでこう肌があって髪があってっていう、こう縦ラインになっちゃうんですよね。なんで分け目をどっちにしたいとかはちょっとどっちでもいいんですけど、こっちにしたりしますよ。いつもそっちにしてますね。ああ、じゃあちょうどいいですね。真ん中でパックリ割れてしまう。なんかちょっと前髪の分け目ずらしてもね素敵だと思うんで、極論ですよ、全体もこれぐらいのミディアムにしても全然可愛いし、これはなんか本当に例えばの話です。で全体長さ変えちゃうとスタイリングちょっと難しいって感じちゃったりとか、なんかいつもと違う場所が増えすぎちゃうんで、パーマじゃなくなるだけでもちょっとね楽にはなったと思うんですけど、個人的には顔周りかなみたいな。顔を重ながら見るのでも嫌なんですよ。そうだから重ながら見るの嫌なんですか。いやですね、私たまに写真に写ったりすることをたまにやってるので、はいはい、大きいなって思いながら。僕もモナガなんですけど、おでこめっちゃ広いんですよ。指4本5本入りますから。前髪を作るとなんでいいかって、別にあのこういう前髪じゃなくていいんですけど、前髪を作ることによって輪郭の中に横のラインが増えるんですよ。でないと縦のラインになっちゃうんですよ。モナガを気にされてる方でよくやりがちなのが、前髪なしだったりとかすごいロングだったりとかっていうふうになっちゃうと、より強調する髪型になっちゃうんですよ。もしその大長を解消したいとかバランスを良くしたいっていうのであれば、横線を増やしてあげた方がやっぱり肌面積はぐっとちっちゃくなるかっていう感じがしますね。まあどっちにしろ一旦乾かして処理剤つけてからやるんで、その時またちょっと考えます。はい、うん、ありがとうございます。どうしましょうか。さっきご提案いただいたように、うん、前髪が引いたくなってきました。はい、パーマ全体でほら切られてるんで、それを残すっていう意味でも毛先ちょっと厚み出してみるかもしれないですね。うん、ここら辺ぐらいまでちょっと切ってもらったりしますね。ああ、もう全然私としては大丈夫です。あ、本当ですか。あと前髪ですよね。はい、がっつり作るのは目に入るのが嫌なんですよね。あ、そうです。前にやった時にちょっと伸びてくると邪魔でした。邪魔でした、ね、わかります。切り立ては良かったんですけど、はいはいはい、こうなるとちょっと邪魔じゃないですか。だからなんかリップラインというか、まあ、鼻先ぐらいとかでこう返してあげるぐらいがいいかなと思って、うん、そうですね。ここら辺だったら大丈夫そうじゃないですか。でちょっと毛先整えますね、うん、大丈夫です。染めてないですか。前髪を結構ざっくり一回切っちゃいますね、はい、乾かしてからがいい。これぐらいかき上げて、これで鼻先ぐらいを切ります。乾かしてまたドライで少し詰めますけど、巻いてこうですね。ここら辺もうちょっとねいろいろやりたいんで、乾かしてから切ります、ね。はい、結構ね上がるんですよ。この段階で全然違いますね。乾かしたら広がらなくないですか。ここですね、黒目と黒目の間のところを後ろにもうガーッとすごいふんわり感出ます。分け目変えるとかなり立ち上がりますか。いいでしょ。ちょっと整えますよ、はい、長さは大丈夫そうですか、ね、そうですね。じゃあメインディッシュの前髪先生いきますよ。いや今いくつか全身見てください。どうでしょう。毛先の感じがもうめっちゃ変わりましたよね。シャキンとはしたくなかったんですよ。やっぱりここに曲線欲しかったんで、ちょっとだけ顔周りに向かって動かしております。あとはちょっと前髪気持ち整えたいなと思ってます。長さ的にはなんかこれぐらいが良さそうな気がしてるんですけど、一旦これぐらいにしましょうか。はい、うん、ちょっと一回前髪巻いてみていいですか。はい、毛先をワンカール。あとちょっとオイルをつけていいですか。はい、ちょっと結ぶときみたいに毛先にオイルをつけて、結構オイルつけてあげると束感出るので、ちょっと脇目変えて出してあげて、うん、全然違いません。全然違います ね。前髪どうですか。だいぶシルエット変わりましたよ。変わりましたね。よいしょ。
な。めっちゃいいですね。ツヤツヤになってますから。髪すごいですね。ほら。綺麗になった。後ろも基本的にはもうまとまるようにノーマルに切ってるんで、こんな感じですね。完全にいい感じにうちにこうシュンって入るような感じです。だいぶツヤ違いますよね。いや、全然違います。いや、めっちゃいいです。髪のパサパサ。もちろんね、痛みあるんで油断はしないでください。はい。どうでした？でもやってみて。あの本当にすごいめちゃめちゃ変わったなっていうのは。めっちゃ変わりましたよね。変わりました。髪もそうです。メイクやってもらったのもあるんですけど。メイクが一番なんか普段しないような感じというかですかね。ポイントはメイクはどんな感じですか？メイクは可愛らしい感じにした方が似合うんですけど、はい、ちょっと綺麗めになりたいっていうことで、うん、メイクの淡い感じを入れつつも染み色を入れることによって大人可愛い。おー、大人可愛い。大人可愛い。今日はあの練り歩いていただいて大人可愛いで今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。また分かんないことあったら LINE とかでも聞けるんで、はい、何でも聞いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。さよなら。